オールドジャパニーズメモリーズの前田です。今回は八王子市について紹介したいと思います。八王子というと高尾山、大学が多い、昭和天皇の御陵がある、北島三郎さんが住んでいる、都内通勤者のベッドタウン、日本一ゴミが少ない町、夏は暑く冬は寒いといったイメージをお持ちの方が多いようです。そんな八王子の成り立ちと歴史を昔の写真とともに紐解いていきます。八王子市は2015年に東京都で初めて中核市に指定され、現在も都内唯一の中核市となっています。人口は約56万人で、都内の市区町村の中では6位、市の中では最多です。面積は奥多摩町に次いで東京都の市区町村で2番目に広く、このことをよく表していると感じたのは、八王子市民でも八王子駅周辺に行くのに八王子に行くと表現する地域があるという書き込みが多かったことです。よくよく考えてみると、これはかなり特殊だと思えてきます。まずはそんな八王子の名前の由来を見ていきましょう。八王子という地名は全国に分布しています。それは五頭天皇と8人の王子を祀る信仰の広がりの中で、八王子神社や八王子権現社が建立され、地域の信仰を集め始めるとともに地名として定着していったからです。八王子市の起源もここにあります。八王子城にある八王子神社がそれです。八王子神社を中心とした地域がいつ頃から八王子と呼ばれるようになったかははっきりしていません。記録として残されているものは永禄12年5月8日付、北条氏康の書状の中で八王子方面の意味で八王子筋という表現が使われたのが最初だと言われています。その後天正10年を過ぎた頃、北条氏輝は八王子神社が建立されている深沢山に新しい城を築き始め、八王子権現をこの新しい城の守護神とし、この城は八王子城と呼ばれるようになりました。八王子城跡の一部は史跡公園として整備され、一般的な見学スポットとなっていますが、一方で心霊スポットとしても知られています。鎧武者の姿を見た、下を見たら生首が転がっていた、女性や子供がすすり泣く声を聞いた、などなど巷に広まっている体験談も様々です。八王子城跡が心霊スポットとして有名になったのは、悲惨な殲滅戦の末に落城した悲しいエピソードがあるからだと考えられます。1590年6月23日、前田利家や上杉景勝、秀吉方の大軍に攻められ、八王子城はわずか1日で陥落しました。落城時に婦女子らが自刃して身を投げた御主殿の滝は、その地で三日三晩赤く染まったと言われています。ところで、八王子城は陥落するまで未完成の城でした。つまり、未完成のまま陥落したわけです。氏輝は八王子城を築城する前に、滝山城を持っていました。この時滝山城の南側、小仏峠を越えて攻めてきた武田軍に三の丸まで攻め落とされ、落城寸前まで追い詰められるという経験をしています。これは都取の戦いと言われ、1569年10月1日の話です。当時小仏峠を越えての行軍は非常に難しいとされる難所であったため、滝山城は南からの攻めに弱い造りになっていました。この経験から氏輝は小仏峠を越えてくる敵に対しての防衛拠点として八王子城を築城したと言われていますが、あまりに壮大な構想で作られていたこともあり、ついに完成に至ることはありませんでした。時代は移って江戸時代に入ると、初代将軍徳川家康は八王子を直轄領とし、武田家旧臣の大久保長安に町づくりを任せました。長安は甲州街道を整備し、旧八王子城城下の住民を街道沿いに移住させ、江戸の守り口として旧武田家家臣らを中心とした武士集団を組織して警備に当たらせました。これが八王子千人同心の始まりです。千人同心は幕府から命じられた公務をするとき以外は畑仕事や剣術の稽古をするなど、半分武士、半分農民の集団でした。その活躍は多岐にわたり、関ヶ原の戦いの参陣、日光勤番、甲州街道、日光街道の整備、蝦夷地警護と開拓、八王子及び周辺地域の治安維持などを行いました。千人同心の働きにより、八王子市は昭和48年には北海道苫小牧市と、昭和49年には、
栃木県日光市と姉妹都市となっています。現在の仙人町にはかつて仙人同心の屋敷が並んでいたことから仙人町という地名がついたと言われています。1650年頃には現在の八王子の中心市街に甲州街道に沿って大きな宿場町が完成し、八王子十五宿と呼ばれるようになりました。写真は八王子十五宿の中で横山宿とともに中心的な位置にあった妖怪地宿の記念碑です。明治以降、大火や空襲に見舞われた八王子市街では江戸時代の宿場の痕跡は残っておらず、この記念碑が最近建てられたものとはいえ宿場を偲ぶ唯一かもしれません。八王子宿は戦後まで続き、八王子中心市街地へ発展することとなります。八王子では古くから養蚕が盛んで、八王子宿の織物市のにぎわいを背景に桑都と言い習わされてきました。日本で桑都と称されるのは八王子だけです。江戸時代の八王子は宿が整備され市場が立ち、周辺の村々からの繭や生糸、織物の集産地として栄えました。明治時代に入ってからは大規模な製糸工場が建てられ、大正時代になると手綿から力織機へと伝化していきました。明治維新の前後、輸出用の生糸は八王子はもとより周辺の産地からも集められ、浜街道を通って横浜へと運ばれていきました。この浜街道は絹の道と呼ばれ、絹の道が通る槍水は関東地方の養蚕地域と横浜間に位置していたことから、生糸輸出の中継地、中外地として発展していきました。第一次世界大戦頃の日本経済はかつてない好景気となりました。大正時代の八王子の産業の中心は織物業でしたが、甲州街道沿いには商業も発展しました。織物業の躍進に支えられ、大正6年に八王子は東京府下で東京市に次いで2番目に市制を施行しました。その後、第二次世界大戦による被害で織物の生産は大幅に落ち込みましたが、生産者の努力により回復し、戦後の一時期はガチャマン、ガチャッと折ればマンと儲かると呼ばれるまでになりました。こちらは昭和初期八王子市全域の地図です。現在の姿に至るまでに市町村の合併が行われているので随分と小さく感じるかもしれません。当時の人口は約6万人。織物工場の進出などから人が増えつつありました。昭和初期には路面を走る武蔵中央電気鉄道の姿がありました。武蔵中央電気鉄道は1929年から1939年まで10年間運行された八王子市内の市営の路面電車です。写真の右手前には現在も続くかまぼこの名店小田原屋が写っています。小田原屋は西放射線U ロードの端にあり、甲州街道につながる場所にあります。外見から鮮魚店のイメージが強いですが、小田原屋の初代は小田原かまぼこの老舗である籠生で修行し、店主が5代目に変わった今でも揚げかまぼこを作り続けるかまぼこ屋の老舗です。お店の説明書きを見ると、明治34年に仕出し屋として営業を開始したことがわかります。武蔵中央電気鉄道は八王子から高尾までを結び、路線全長 8.4km、 全19駅、当時の運賃は1区6000、片道全線24線だったそうです。コーヒーが1杯10銭という時代に片道24線というのは今だと800円ぐらいのイメージになると思いますから、市内を移動するにしてはかなり高く感じます。武蔵中央電気鉄道の路線図を現在の地図上に重ねたイメージ図です。支店の東八王子駅は当時明神町にあった現在の京王八王子駅です。武蔵中央電気鉄道は1938年に一部区間を廃止の上、京王電気軌道に合併され、後全線が廃止されました。ちなみに先ほど登場した西放射線U ロードは第二次世界大戦中の空襲により焼け野原になった八王子市街地を復興する際に区画整理によるシンボルとして作られた通りです。 JR 八王子駅と八王子の商業の中心地であった八日町地区を結ぶ通りとして、道の両側には商店街が形成されました。現在でも八王子を代表する商業地として多くの人々が行き交っています。放射線通りは東側にも伸びており、東側の通りは東放射線アイロードという名前がついています。放射線通りの由来ともなった第二次世界大戦中の空襲は八王子大空襲と言われ、1945年8月2日の深夜、 B-29 爆撃機169機が来襲し、
2時間にわたる爆撃を受け、市街地の約 80% が焼失しました。約1600トンもの焼夷弾が降り注ぎ、その数は市民1人当たり10個という計算になるそうです。八王子市街の中心に位置する八王子駅は、中央線、横浜線、八高線が通っており、アメリカ軍からは東日本における鉄道の重要都市と位置づけられていたのだそうです。また、軍需工場の労働者の住居や疎開してきた人が多かったことが空襲の理由となりました。八王子市大町にある藤森公園内には、春祭殉難者265名のために建てられた慰霊塔があります。空襲の翌年、1946年、戦災復興事業を迅速に行うため、特別都市計画法が制定され、特に空襲被害が大きかった全国115都市が指定を受け、東京においては区部以外では唯一八王子市が指定されました。これにより八王子駅の北口、南口、八日町以西の甲州街道周辺の3地区で戦災復興土地区画整理が行われました。1952年には国鉄八王子駅の新駅舎が完成、駅前広場、甲州街道と駅を結ぶ大通り、現桑並木通り、東西の放射線通りなどが整備されました。この写真を見ると、駅舎は近代的ですが、駅前の人力車や右側に見えるポスト、人力車が止まっているあたりの道路はまだ土であることなどが時代を感じさせます。1960年、国鉄八王子駅北口の広場に、高さ11メートル、織物の八王子と記された織物タワーが建設されました。写真は1964年の撮影で、両脇に東京オリンピックの歓迎塔が設置されています。1964年の東京オリンピックの自転車競技は、トラックレース、ロードレースともに八王子で開催されました。日本選手は強化合宿を行い、オリンピックに臨みましたが、残念ながら日の丸が上がることはなかったそうです。競技が行われた八王子自転車競技場は、オリンピックのために作られた仮設競技場で、オリンピック終了後は取り壊しが決まっていました。その跡地は現在では両南公園やアパート等の住宅地となっており、当時の面影はさほど残っていません。繊維関連業は昭和30年代まで盛んでしたが、次第に衰退していきました。昭和40年代以降、北八王子工業団地などの工業団地が造成され、精密機械や電子機器の工場や関連工場の立地が進みました。現在では精密機械加工に加え、ナノテクノロジーなどの先端技術産業が集積するほか、ソフト系 IT 産業の一大集積地となっています。世界的なミシンメーカーとして名高いジャノメミシン工業株式会社も、昭和39年に八王子に研究所を竣工しています。さらに1993年に高尾工場を竣工、そして2009年には本社機能を東京都中央区から八王子に移しました。ジャノメミシン工業株式会社は今年2021年10月に創業100周年を迎え、称号を株式会社ジャノメに変更しています。1960年頃からは続々と大型百貨店がオープンしています。まず1960年12月10日に八王子市で初となる百貨店として、丸木百貨店が開業。続いて1963年10月1日には2番目となる井上百貨店が開業します。写真は1962年の八日町の商店街です。写真奥に見える新井呉服店は1912年創業の八王子を代表する老舗の一つで、歌手の松任谷由実氏の実家としても知られています。新井呉服店は現在でも営業されています。ユーミンが中央フリーウェイを書いたのも八王子出身という背景があります。中央フリーウェイの歌詞には、片手で持つハンドル、片手で肩を抱いてという歌詞がありますが、ユーミンの旦那さんである松任谷正隆さんは自身のコラムの中で、僕は片手運転なんかしない、ましてや肩を抱いてなんてありえない、つまりあれは彼女の空想でなければ僕ではない誰かということになる、というユーモア満載の一節を披露しています。写真中央の百貨店ビル新築と見える建物が、撮影の翌年井上百貨店として開業します。そして1960年代末から1970年代にかけては、甲州街道沿いの横山町に全国チェーン百貨店や
総合スーパーが次々と進出します。1969年の伊勢丹八王子店開業を皮切りに、1970年に大英八王子店、1972年には大丸八王子店が開業します。八王子駅北側エリアの他の地区でも、1970年に八王子西部、1971年に八王子丸井と長崎屋八王子店と怒涛の百貨店スーパー開業ラッシュとなりました。これらの百貨店は地元商店街の反対や自治体の意向により、いずれも売り場面積1万平方メートル程度の小規模に抑えられていました。そんな中、1983年にはそごうが3万平方メートルを超える規模で進出してきたことで、周辺の商業は大きな影響を受けたと言われています。確かにこの前後数年、伊勢丹は1979年に、大丸は1985年に撤退しています。大丸の後には八王子発祥のスーパー忠実屋が作ったファッションビルファムが営業していました。現在ではこれらの百貨店すべてが八王子から撤退していますが、八王子駅周辺にはセレオ八王子北館、南館、八王子奥通れ、京葉八王子ショッピングセンターといった複合商業施設が集まっており、新たな駅周辺の商業核を形成しています。八王子は有名人が多いことでも知られていますが、そのメンツを改めて見ると一流どころが多いことがわかります。経省略で失礼しますが、例えばヒロミ、フワちゃん、ジャニーズの滝沢秀明、アンジャッシュの2人、ファンキーモンキーベイビーズのファンキー加藤、元 AKB48 の高橋みなみ、光源氏の山本純一、俳優の西島秀俊など、そうそうたる顔ぶれです。ファンキーモンキーベイビーズは八王子市オリジナルダンスソング僕らの八王子の作詞をしており、そのミュージックビデオにはひろみさんの声かけで八王子にゆかりのある有名人が出演しています。また八王子出身ではありませんが、演歌界の大御所北島三郎さんのご自宅が八王子にあることも有名です。高尾山薬王院には北島三郎さんのシングル高尾山の歌碑があります。この曲は北島さんが第二の故郷である八王子の歌を歌いたいと作ったものです。ちなみに歌碑の文字は北島さん直筆によるものです。台座には北島さんの手形があり、手を合わせると同曲の一節が流れるようになっています。除幕式では北島さんが私が歌えなくなってもここに来れば聞けますよと笑いを誘ったと言います。高尾山のリフト乗り場前には北島さんの像があります。大御所なのに歌碑も像もユーモアにあふれていて、私は非常に好感を持ちました。将棋の羽生善治さんは4歳から19歳までを八王子で過ごしています。小学1年生から八王子駅北口にあった八王子将棋クラブで腕を磨いたそうです。八王子将棋クラブは41年間で10名以上のプロ棋士を輩出した名門道場として知られています。建物の老朽化とオーナーである八木下幸男さんの体調不良などが重なり、2018年12月24日に惜しまれながら閉店しています。次は八王子が生んだ小説家篠田節子さん。篠田さんは八王子市役所勤務を経て、1990年絹の変容で小説すばる新人賞を受賞しデビューします。絹の変容は織物の町八王子を舞台とした SF 小説です。1997年、女たちのジハードで直木賞、五歳インターンで山本周五郎賞を、2009年仮装儀礼で柴田連三郎賞を、2011年スターバトマーテルで芸術選奨文部科学大臣賞、2015年インドクリスタルで中央公論文芸賞を受賞。他にも多数の著書があり、2020年には学術芸術上の優れた業績を挙げた方に贈られる紫綬褒章を受賞されています。八王子市には大学、短期大学、高等専門学校が多くあり、そのため八王子は学園都市と言われています。市内にある大学、短期大学、高等専門学校の数は21校、およそ11万人もの学生が学んでいます。なぜ八王子にこれほど多くの大学が集まっているのでしょうか。1980年頃、大学キャンパスの郊外移転が推し進められました。この背景には大きく2つの要因があると言われています。1つ目は1959年にできた工場等制限法。これは都市部への人口集中を抑制するために設けられた法律で、大学も対象となり、18歳人口の増加、
大学進学者の増加の中、東京圏、近畿圏ではキャンパスの拡張や新設ができず、既設の大学も学部増設ができなかったのです。二つ目の理由は、1960年代から1970年代初頭にかけて盛り上がりを見せた学生運動を遠ざけるため、特に私立大学の最古参にあたる中央大学は学生運動が盛んで、当時講義を行うのもままならない状況だったそうです。このような理由からキャンパスの郊外移転が進められました。大学が八王子市に集中した理由として、都心から40キロにあり交通機関も多かったこと、廉価で広大なまとまった土地が比較的容易に確保できたこと、東京都内であり東京の大学というイメージに合うことが挙げられます。しかし工場等制限法も2002年には廃止され、以降は郊外に進出した大学の都心回帰の流れが押し寄せます。2006年には共立女子大学が八王子市から千代田区に移転、2014年には実践女子大学も日野市にあった2学部や短大を渋谷区に移しています。2015年には拓殖大学が八王子市キャンパスの2学部を文京キャンパスに移転、2016年には杏林大学の八王子キャンパスが三鷹市に移転、さらに現在中央大学法学部は八王子市の多摩キャンパスにありますが、2023年4月に東京都文京区に茗荷谷キャンパスを開設し、法学部を移転することが決まっています。この一方で2018年には東京23区にある大学について2028年の3月末まで定員増が行えない法律が制定され、各大学の都心回帰には待ったがかかった状態となっています。八王子市はこれらを踏まえ、学園都市ブランドの一層の強化に努めています。次は高尾山の歴史を見ていきましょう。2007年にはミシュランガイドで最高ランクの三つ星の観光地に選出され、世界に知られる山となった高尾山。そんな高尾山には1300年もの歴史があるのをご存知でしょうか。高尾山が開山されたのは奈良時代、西暦744年の聖武天皇の時代と言われています。聖武天皇の勅命を受けた薬師寺の奈良の大仏を建立した僧侶行基が高尾山薬王院を開山しました。行基が開山した時代から600年の月日が流れた頃、京都の高僧俊元大徳が入山し、荒廃していた寺院を現在のような華やかな寺院へと改修。薬王院ではこの俊元大徳を中興の祖としています。高尾山は行基がもたらした仏教と俊元が会得した神道が混ざり合い再構築された神仏集合の山となりました。戦国時代になると高尾山は北条氏が治める領土となり、北条氏によって高尾山薬王院や高尾山の自然は手厚く保護されることとなります。為政者が徳川幕府へと移っても高尾山の保護は踏襲され、高尾山は守られ続けます。明治時代には神仏分離令が発布されたことで、特に神仏融合している社寺に対して打ち壊しの嵐が日本中で吹き荒れますが、高尾山薬王院は寺院であることを強調して難を逃れます。この時神社職をなくすため鳥居を壊しており、こちらの1813年の清滝付近の様子を見ると、清滝と不動院の間に今は存在しない鳥居が確認できます。大正時代には関東大震災の被害を、昭和4年には火災による被害を受けます。さらに戦時中には造船のために高尾山の木々が伐採され、終戦間もない頃も家屋再建のために多くの木々が伐採されて高尾山の自然が傷つけられました。近代に入ってからは苦難続きでしたが、昭和25年には東京都立高尾陣馬自然公園の指定を、昭和42年には国定公園に指定され、高尾山の自然が再び守られるようになりました。平成10年には伊豆那権現堂の大改修が行われ、江戸時代の極彩色の天下な姿が再現されました。八王子といえばやはり武蔵陵墓地を想起する人が多いと思います。武蔵陵墓地には多摩の御笹、多摩の東の御笹、武蔵野の御笹、武蔵野の東の御笹の4陵があります。多摩の御笹は大正天皇の御陵で、その東隣の多摩の東の御笹は帝名皇后の御陵です。平成2年には昭和天皇の御陵武蔵野の御笹、さらに平成13年には香淳皇后の御陵武蔵野の東の御笹がそれぞれ作られました。なお武蔵陵墓地のことを多摩御陵と呼ぶ人も多いと思いますが、正確には山のかなり広い一帯は武蔵陵墓地といい、
玉御陵とは大正天皇の御陵である玉の御蟺を指します。玉御陵ができると全国から訪れる参拝客のために近接する甲州街道の改修などが進んだほか、甲州街道にイチョウ並木が整備されたのもこの時でした。今ご覧いただいているのがそのイチョウ並木です。甲州街道追分交差点付近から高尾駅前にかけて763本のイチョウがあり、全長は約 4.2 キロに及びます。紅葉シーズンには多くの人が訪れる人気スポットとなっています。八王子は滝山城、八王子城の城下町に始まり、江戸時代に甲州街道の宿場町として発展してきました。古くから養蚕や織物業も盛んで、江戸時代以降は桑都とも呼ばれ、繭、生糸、織物の流通の拠点としても発展。明治期には織物産業や町の近代化が進められ、大正期には東京府内で東京市に次いで2番目となる市政も行われました。昭和戦前期には玉御陵、高尾山を中心に観光地としてもにぎわうようになります。太平洋戦争の空襲で大きな被害を受けるも、戦後目覚ましい復興を遂げ、全国有数の規模の商店街も誕生するなど商業都市としても発展。さらに産業都市、学園都市、住宅都市など様々な機能を合わせ持つ都市として進化を続けています。今日はそんな八王子について見てきました。この動画が面白いと思われましたら、チャンネル登録・高評価をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。